どうも、テラクルです。ミンゴルをご視聴の皆様、どうも。えー、この度、まあ、ちょっと録画失敗しまして、ミンゴル動画上げられないという、その、うん、報告会ですね。お詫びとかはないです。失敗した。 悔しいなっていう話をしたいだけなのでまあね失敗するんだよこれがまた、うん、そうなんですよねうんでまあどういう、うん、内容だったかっていうとまあ最初にみんなでゴルフまあいろいろと 試行錯誤して、ああでもない、こうでもないっていう装備をした上で、まあ、この2周年記念杯、挑みましたと。で、1回目は、難なく、難な,なくというか、苦しいながらも3アンダー取って、2回目は、1本ミスして、えー、途中でリタイアして、3回目は、まあ結構いい感じになったんですけど、結局3アンダーと。で、結論変えると、 4アンダーを目指すっていう、4アンダー3回取るまで頑張ろうみたいな、そういうタイトルをつけましょうみたいな話をして、えみんなでゴルフは終わりと。うん。で、流れ的にツアーでゴルフやろうよっていうことで、頑張りましょうっていうことでやって、うん。 一緒に行きましょうってやってそんでまあ対戦したんですよ対戦しました何回かな6回対戦したんですよ6回うん4勝2敗なので6回ですね1234でここかな数かな数から数からやりました で、それ、最初のね、数がね、めちゃくちゃね、良かったんすよ。これ。めちゃくちゃいいショットが出たんですよあ。サバ、サバン、サバンナでね。サバンナでめちゃくちゃいいショットが出て。相手もね、あの、せこちをしてたんですよ、せこちを。その上での、ええー、まあ、ライジングっていうので。もうね、ライジングドライブで決め、決めたっていう。 ところから最高の出だしから始まって次まあ負けてでその次の次はポンポンと2勝して、まあ、全部ね内容いいんですよ勝ち方も負け方もね悪くないで最後にこのハルさんっていう方ハル51っていう方がですねあの2打目絶対決めるマンなんですよまあ自分と同じかそれ以上の能力を持っている方でまあ両方とも2回とも 霊峰を打つとでまあ霊峰を打つイコールなかなかすごいんじゃないって思うんですがこのハルさんは、まあ、インパクトを高めててですね霊峰でもインパクトのえ範囲が広い状態で打てるという方でまあ1試合目やってああなるほどこういう風に、えー、やってくる人なんだなって分かって2試合目に リベンジマッチを果たして勝つというこのね最高の流れだったんですよこのこのねツアーでゴルフも最高の流れだったよかった4勝2敗ですよ全、うん、勝も悪くないけど4勝2敗って結構そのあの何ていうか間がつかれないというかうんこう視聴者的にもね結構いい感じなんですよああ負けた勝った勝った勝った負けた最後に勝って終わりみたいな 最高なんですよ。最高の時間が約1時間ちょいぐらい撮ったんですよ、夜中。ただ、録画失敗したんですよ。サムネ、サムネは録画失敗の画面を載せます。載せています。うん、まあ、この動画はですね、そんな報告の動画ということで、 ショックでかすぎなんまあどうだろうなまあいっかまあいっかうん一応ねまあ一応不満を不満を言いました今もう皆さんは知ったことかと知ったことかと思うでしょうけど この動画はね、自分のために作られてたりもするので、すげえ残念です、自分が。自分自身が残念に思うんですよね。だから、この動画を見るのは自分が見るために作ってるので、やっぱりね、えー、見ながらニヤニヤするのがね、楽しいんで、やってるところが主なので、大変悔しいです。という話をしたかっただけです。 ただのマイナスでしかないんですけれども <laughs>。ああ、まあ、これを機にね、ちょっとあの不用意に録画ボタンを押さないように、あの自分もちょっと心当たりあるんですよ、失敗した。どうや、なんで失敗したのかっていうのがね。うん。あれね、一回ね、録画ボタンを押した時に違和感があったので、あの一回録画中止したんですよ。 で、その後、大丈夫かなって、ちょっと立って、また録画ボタンを押して、で、あの、録画開始の音が、まあちょっと正しかったので、大丈夫だろうっていうふうに、まあ、そこで見切り発車してしまったんですけれども、まああ,あいう時はですね、まあ、どんなに時間かかっても、ちょっとした時間なので、え一、ー、回再起動するべきだった。うん。再起動して、この iPhone8 Plus のコンディションを、 元に戻すべきだったまあそういうことですねこれが反省ですそして、まあ、まあこの動画はね二度と取れないもう6アンダー取らなくてよかったなっていうかまあ4アンダーも含めてですけどみんなでゴルフで3アンダーっていう成績で終われてよかったなと思いましたそうじゃなかったら本当に大変 ああもうマイナス18とか取ってる人いる6アンダーですねマイナス18は6アンダー6アンダーも取れなくはないけどっていう感じかうんまあとりあえず5アンダー取れないんで自分の実力だととりあえず4アンダー目指して今後やっていこうと思いますえー、ここまでご視聴ありがとうございました また次回のミンゴルもよろしくお願いします。この動画は、同じような動画はもう、二度目は上げないように、多分いつか上げるんだと思うんですけど、まあ、できるだけ上げないようにしたいと思います。失礼します。